時は9時30分を回りました嘘のような本当の和ということでね、はい、この和は皆さんご存知いただけましたでしょうかね、えー、お話と書きますが、ね沖縄の和であったり、ね、平和の和であったり、はい、みんな和になっての和であったりね、 はい。そんなチャーガンジューな皆さんに、ますますチャーガンジューで聞いていただきたいね。この嘘のような本当のはパーソナリティのドイヒレトがお届けしております。はい。えー、ここね、FM 技能案のスタジオからなんですが、どうかね、放送の内容で気になったなあこれ、え、な、なんなんっていうね、方いらっしゃったら、 メールアドレス最初に言っておきましょうね。797-at-mark-fmgnoan.com。7 9 7 a t m a r k f m g n o ドッ c o m ね。えー、こちらに放送の内容、ぜひぜひね、えー、こんなのだんだんあったんですかとかね、どこに問い合わせたらいいですかね、気軽にメールやお電話でも結構です。ね。嘘のな本当のは聞いたけどって,って、えー、ぜひご連絡をお待ちしています。 はい、えー。今週もね、皆さん、ためになるお話できそうかな。はい。嘘のような本当のわということで、えー、ドクター水素ボトルの北条正弘さん、今週もお迎えしてます。おはようございます。はい。おはようございます。はいよろしく。よろしくお願いします。もう、えー、あの、えー、おかげさまでね、2年目に入ってるんですよね。えーえー、<laughs> そうでしたねでもあの。局長さんとね、さっきお話をさせてもらったら、<ー>もう問い合わせもすごい増えてるんで、ね,<ー>ねあの、いいですよ、なんて言われてますんで。 ね、ぜひね活用していただければと思いますありがたいですね、はい、確かにねうんうんちょいちょいやっぱりねあ,のありますよねこうしてなんか反応があるって嬉しいですよね嬉しいですねでねまあ実際あの YouTube でねあの全国で放送もされていてあのうちの会社にも問い合わせがあって、うん、でたまに僕はあのもうあんまり会社にいないんですけど電話出たりすると あのラジオに出てる人だとかいう。<laughs> そこ、そこみたいな。<laughs> いや、あの、そう、そうです、みたいなね。<laughs> 感じで。でもね、ラジオ聞いて、あのー、 興味持っったたんんでで買いたいですっていすて人結構多いんですよんあだからラジオで皆さんにね本当のことを話してもらうっていうのは本当にね財産になってるなって思いますね。うそうですねはい、はい、今皆さんいかがでしょうあのねここにあの山内さんっていうねあの代表の方もいて僕もたまに連絡のこの間も面白い連絡もらったんですけどあのどうしたらすぐ折り返してって、うん、この校長さんも連絡してと思っていたら連絡したんですよ。 えっと、あの、水道につなげる、あれでしょうってなって、話が全然噛み合わないっていう方もね、<laughs> 水素水なんそ,そうそうそう、いらっしゃって、あの、私、動画ですね、って、こう、丁寧に話すんだけど、あ、じゃあ、いいですっつって、まあ、そういうこともね、たまにあったんですけどね、あの、ぜひね、ラジオを機の皆さん、あの、WOE スト、ね、えー、ドクター水素ボトル、これもね、さん、たまにお話しますよね。あの、まあ、どっかのね、あの、まあ、アマゾン、某アマゾンさんやね、楽天さんや、それはもう悪いことは全くないんです。ただ、そういったね、 新販売みたいなところでね買うと。 ね、ちょっとお安いからとか、うん、それはね、ちょっとなかなかね、厳しい製品が送られてきたりするような状況もあるのでね、うんうん、ぜひね、うん、WOOEAST、検索すると出てきます。ね、そのドクター水素ボトルっていうので、電話番号も出てますから、北条さんいますか連れて,てましたほとんどいないと思いますが、<laughs> あ<の> <laughs> たまたまラッキーならね、お話できるかもしれませんので、ぜひドクター水素ボトルの件は皆さんね、お問い合わせいただければと思います。はい、えー、長くなりましたが、そんなわけでね、 今週ももう純レギュラーとしてご活躍のですね、<laughs> DJ だとうか <laughs>、ねえー、植えたり、君、え、尾、ー、さんを、ね、お迎えしてお届けしたいと思いますが、どうも、歌さん、おはようございます。おはようございます。<laughs> えー、すっかり、すっかりね、うん、いい感じの歌手、えー、さんが、えー、ちょっと久しぶりにね、お越しいただけたんですけれども、はい、まあ、沖縄でもちょっとね、珍しいそのレストランをね、えー、経営されていて、2軒、ちょっと簡単に改めてね、<あ>自己紹介。はい よろしいでしょうか。はい。えー、おはようございます。はい、えっとウラソエ氏とあのトミシトミグス豊崎にあのフランス料理店、ウラソエ市はラミロワール、えー、豊崎には、えー、キミシマというレストランを、えー、2店舗、えー、経営しています。ええー、特にあの誕生日,記念日、年明けお祝いごと、まあ晴れの日にこのご利用してくれるお客様が、えー、多いレストランです。 また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ね、以前ね、あの水素ボトルの芳雄さんもなんかあの裏添店の方にはなんか足を運ばれたということでね、あの何度かお邪魔してまして、ね、めっちゃくちゃ美味しいですよ。こ<ー> <laughs> 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 れでね、あん、あれだけのものが出てくるのに、え、え、こ,こんなお値段でいいんですかみたいな感じですよ。ねそうもう、もう超超本格的だらして本当の 本物のあのあのフレンチなのでね、すごく美味しいです。なんかあれですか、確かお箸とかでこうまあカジュアルにね、うん、あのいただけるっていうところもあって。 ね、かなりそういったねあのご家族ぐるみでというかねうか、うん、お祝い事とかあのお見合い事にもありかも分かりませんし、ねえー、クリスマス、ね、いろんなイベントごとにも良いかもしれませんね。はい、そんな上谷さんをお迎えしておりますけれども、まああのー、最近、ね、沖縄も、まあまああのー、お盆ちょっと車の台数も減りまず皆さんが、ね、ご家族や親戚の方が集まっていろんなお話ご先祖様 まあ、お迎えできたかと思うんですけども、こちらで、なんかあれですか、うた、ん、さん、こう。定期を。はい、うんうん。あ、そうですね。はい。あのー、あ、まず、あのー。えー、お盆に、あの、オードブルを、えー、ご予約いただいたお客様に、まず御礼を、えー。申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。えー、今回の、あのー、旧盆オードブルは、あのー。特典として、あのーえー。奇跡の木とか、あの、ミラクルツリーとか、で、まあ、えー、世界中で。 有名な植物があるんですけど、あのモリンガという植物があって、その葉の葉っぱ葉っぱって言うんですか、ね、葉の実を粉末にしてあの使用したあのまあ、栄養価の高いこのパウンドケーキをお客様に今回はプレゼントさせていただきました。またあの次回このこのようなこの企画があるときはまた告知させていただきます。ありがとうございました。 ありがとうございます喜んでね食べてみたいですいだいでね <laughs> ほんねもう, <laughs> もうそっちです <laughs> これ期間限定なんですかそうですねあのモリンガケーキはあの実はあのモリンガケーキをこのプレゼントさせていただいたこ,のことにはこのうちの,このメ,ルメールマガジンの,この会員登録をしてくれてそこからこのメールマガジンを読んでご予約をしてくれたお客様、ま、無料特典としてこの プレゼントさせていただきました。ああ<ー>。お客様、どうなんでしょうね。び、びっくり。びっくりしますね。<laughs> ねえ、だって。あのモリンガですよね。そう,そう。そうです。あのモリンガです。でも、あの。さっきも、ね、あの、はい、飲まして、ちょうど、あの。飲ませていただきましたけど。はい、飲みやすいですよね。モリンガ。そうなんです。この、このアリンガモリンガは。はい、なんていうか、あの。 まあ一般的な、あのーまあ、通常売られてる青汁とかこういう、まあ、イメージ的にはこの飲みにくいというかこの特にこの植物特有の,この苦みがえ感じられて一般的なイメージはもう飲みにくくて、まあ、ちょっとぶっちゃけ言うとおいしくないというイメージがあるんですけど今回あの使用しているこのアリンガモリンガっていうこのブランドのえ浅積モリンガっていうのは。 これどちらかというとちょっと大げさに言うわけでもないんですけどあのクリーミーで本当に何て言うんですかこの喉越しもよく何ですか後味もすっきりしてると。で特にあの何て言うんですかまあお料理に入れてもそんなにこの食材のこの味の邪魔をせずさらにこのモリンガのこの強調しすぎずなおかつこの他の食材とマッチしていく。 っ、うん、ていうのこの,この葉っぱを使ったこの純度の高いモリンガっていうのはすごいこの効能があっていろんな味とマッチして楽しめるこのものかなと思ってます。なるほどあのちょっと前に、うん、あの聞いたんですけど水に溶かしてももちろんですが、うん、まあ やはり、ね、あのお料理のプロとしての上谷さんがおっしゃるマッチする、えー、食の素材としてということそうですね、うん、あの今、えー、今回のケーキに混ぜてこのプレゼントさせていただいたんですが、はい、このコースの中にこの、まあ、モリンガを練り込んだパスタでありこのモリンガをパスタに、はい モリンガ尽くしのそうそうそう奇跡のパスタっていうんですけどちょっと名前は隠しそうなんですけどそれはそれは今あるわけですねコースの中にえっとあったりなかったりしますあったりなかったり告知してモリンガが手に入ったら作ったりしますなるほどこれが人気であとはあのまあティラミスにこのですかチーズにこのモリンガパウダーを混ぜてこの奇跡のティラミスとしたりこのソースにこの 粉末を粉末っていうかこのパウダーを混ぜることによってこの何ですかちょっと白ワイン系のソースなんですけどそこにこのモリンガ、うん、通常この葉っぱのみってなかなかえぐみが強くてマッチしないんですけどこのモリンガはあのモリコさんなんでしょう,うんこの白ワインの味も邪魔せずこのクリームの味も邪魔せず、うん、融合する強調性が強いというか、うん、なんか。 ティティラミスだったら緑色になるんですか？緑色になります <laughs> 緑色のティラミス <laughs> なります。なります。なりこの、はい、チーズとこのまあ間にスポンジ生地を挟むんですけど、はい、このスポンジ生地にもモリンガを練り込んで、お<ー>モリンガ尽くしですね。<ー>これが見た目はなんかあこれやばい<ー> <laughs> ちょっとえぐみがありそうと思うんですけど、<ー>それがないんです。<laughs> へーこれ これは、近々だといつごろまた食べられるんですかええ、そうですね。モリンガが入荷したい、作ります。<laughs> あじゃあ、えっと、9月末ごろとか以降とか、そんな感じ、ね、モリンガがこの、アリンガモリンガさんが販売されるのが9月の末なんで、はい、それ以降にまた、なるほど、はい。できればいいなと思います。じゃあ、ゃあ来月ぐらい。はい、1か月,月後ぐらいのタイミングですね。すねはい おこれまた楽しみな <laughs> ねえ、えー、話題になってきましたけども一旦じゃあコマーシャルいきましょうね、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOO e a スト株式会社電話番号033527221 はい嘘のような本当のはね、はいえー、3人で今週もお届けしておりますが「ね、ドクター水素ボトル」の北条さん東京からですはいそれから、えー、レストランを経営しながら、はい、今ねえっ、ー、とオリジナルのやっぱりこうお料理、うん、それからスイーツとでもいいんですかねはい上谷公夫さんが モーリンガを持ってしてお料理解にね殴り込み的なこの<ー>なんて言うんでしょうねうあのいいですねあの栄養まあね見た目あるんでしょうけど、うん、でもその美味しさがまずねもちろんあって、はいえー、そういった、ね、苦味とかがなくてこのなんていうか、はいえー、融合っておっしゃってましたよね、はい、こう合わさって美味しいで栄養価がすごい。はい これだ大人気になってくるんじゃないですか、これそうですね、<laughs> あのー、多分あの沖縄の方、この前、新聞で拝聴させていただいたんですが、まあ、健康に関して、沖縄県民の意識が低いといよいよびっくりですよね、<laughs> 本当ね。はい うん皆さんちょっとね、はい、あの沖縄もゴーヤーともずくと、ね、今でもあるんですけどその時代が、ねうん、だんだんもうなんかこう蝕まれていってしまって全国最下位になってしまったっていうのが新聞に、ねうん、載ってましたけども、はいまあ、やっぱりね栄養うんぬんっていうことよりも、あのー、それこそね、あのー、以前も、ねはい、ラジオでおっしゃっていただいて僕もよく覚えてるんですけどもまあ 上谷さんが今こうして、ねはい、皆さんに喜んでいただくサービスができているのも、はい、あの水素ボトルかそうですね。ありますよね歴史の中にね。はいうん、どうですかさ最近なんかあのちゃんとす、ね、あの吸,吸入してますか<笑><笑>、えー、ちょっとあの 小嶋さんお前にちょっと <laughs> 言いづらいんですが <laughs> あらこ,こんなふりをしてしまってよかったのかな私言いづらいことがはい<の>どうぞ <laughs> 実は2年前にこの、えーま、水素ボトルを、ま、紹介していただいて、ま、この自分の健康のために吸入ってんですかし続けてきたんですけど、ま、それによって、ま、僕の体にこの何ですかいい変化が、えー、訪れてきました、うん、まこれが頭の,この、ま ブツブツっていうんですかこの皮膚が荒れてしまったのがこの、まあ、水素を吸うことによってまあ本当に何事もなかったかのようなこの状態に戻って,し戻っていったっていうことがあって、まあ、水素をずっと吸い続けてきたんですけどちょっと待てよとこの本当にこの今水素をやめたら自分の体がどうなるかということを一度試してみたんですと。 このつい最近までそうするとやはりあの、まあ、食生活、まあ、この仕事柄、まあ、睡眠時間がまあ短かったりこの食生活がまあ乱れたりするんでこの水素を吸ってる間にこの自分の体がこうだったっていうことがこのちょっと忘れてたんですけど、うん、水素を一回吸うことをやめた時にまた自分の体が元のこの 健康な状態っていうんですかこの特に頭のできてたこの皮膚の炎症がまた再発してきてこのちょっと頭にブツブツができてきたんですね、うん、あこれは元2年前の自分だと思って<ー>あこれもしかして本当にこの水素の効能ってすごいんだなっていうことをじゃあもう一回試してみようと思って吸引、うん、を始めました。うん、そしたら つかせ直りました。これ本当の嘘のような、本当の話。じゃあ、久しぶりにいきますか。せーの。嘘。って本当そうですね。あの。なんでしょうね。やっぱり継続はね、力になれって言いますけど。でも、それも、これも、やっぱり、そういう良い方向にね、向かった状態になったから。じゃあ、一応、試してみるかっていう余裕もできて、試してみたら、あ、やっぱ。 吸入してた方がいいなって気なとうですよねあるあるなんですよ結構ね皆さんそういう実験されるんですよねそうですねれで「すいません疑って申し訳ありません」よく言われるんですよ疑ってましたすいませんねでもねそうやってやって試してもらうのがすごく大事だと思うんですよ盲目的にね吸っていただくよりもいっぺんだからうちにもねたまに 水素を吸ってるんですけどあんまりよく分かんないんですよねっていう人がいて <laughs> その人にはもう1週間ぐらいちょっとやめてみてくださいと言うと1週間後に嘘をついていてます <laughs> <laughs> だいたいた言われるんですよだからやっぱり徐々に良くなっていく人なんてそれこそ分かりづらくて、えー、ところがやめるとスーッとまたこう元の自分の食生活から起こるいろんなことがこう蘇ってきちゃったりするのでそういう意味ではねあのちょっと。 やめてみるのも面白いですよ、はい、実験でうんなるほど ででもそうですねよくよく考えてみると良、うんうん、いなって、ね、おっしゃっていただけた、うん、実際に体験されて事実として良、うん、くなったんですっていう方が胸を張ってねと、はい、いうよりもキラキラした表情でねこうしてラジオのゲストに来ていただいててと思うと逆に言えますよね、そうやってねま、ね、まあ、まあ,あのちょっとやめてみてもいいんじゃないですかってや,やめてみたら、ね <laughs> ね、やっぱりちょっとね。 かそ<う>メンテナンスを、ね、お預かりするんですけど本当にその間どうしたらいいでしょうっていうふうに体幹がものすごい強烈に出てる人なんかは数日吸えないだけでも1週間吸えないだけでも2週間吸えないだけでもものすごいちょっと怖いんですみたいなね怖ないんですけど僕も最近やったんですよあの下ちょっと弱いなと思って。はいあの お父さん会社に送ってに、うん、でも早かったですよね三週間経ったか経たないかで戻ってきたんですけど、ね、その間の二三週間 <laughs> ななんてんでしょうねどっ<え>にね,ね<え>携帯置いてきちゃったみたいな感じなんですよ綺麗、ねまあ、がね悪くなってくるんでね <laughs> なんかねあそうだそうだそうそうそう三、ね、日とか吸わないと、うん、あれってなりますよねあれっていう ねえー、これは本当にね、ラジオを着る皆さん、あの、 体感なんて僕ね、説明させていただくんですけど、うん、やっぱり体でね、はい、感じてみてっていうのは、あのー、まあ、確かにね、その1時間ぐらいね、こう話してる間、吸ってて、俺、うん、っていうぐらいのスピード感でっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、うん、人によりますよね、はい、やっぱりね。ねなので、やっぱり何日かね、使ってみて、それで使っていなかった頃と比べてっていうのが、やっぱり一番いいし、体験会ではね、うん、いつも言ってるんですけど、あのー、こちらもね、ぜひ ぜひ、お電話なりメールなりお問い合わせください。うん、毎月ね、あのドクタースイソーボットルの w o e ストね北條正宏さんが来て、うん、沖縄のどこかここかで、何か所かでね、うん、何日かに分けてね、あの血流を見てもらってるんですよね。うん、あのエタさんも何度もね、経験されたと思うんですが、その血流は、まあ、あの A、B5 ぐらいかな、テレビモニターね。で あのお医者さんでやってくれないことだと思うんですよ。あの結局、えー、血流の良くないところにスコープを当てて、顕微鏡みたいなもんですね、ご自身の血流を実際に水素を吸わない状態で、えー、見てくださいと。ああ、なるほど、こんなんなんですね。ところが、水素の、えーね、カニュー屋といって、あのまあ、あの管を、えー、鼻に当てまして、ね、両鼻に当てて、スイッチをプッと押す。ね、それともうあれ びっくりするぐらいあれっていう間に血流がねこう良くなる場面そうするとやっぱりねこの何でしょう動き、うん 何なのって皆さんびっくりされる。ね。うん、こういう体験会をね、ぜひあの、皆さんで広めていただいて、うんうん、ね、えー。健康、長寿社会46位ですか目指せね。一つでも上がるように、ね、皆さん健康に、ね、なっていただきたいなっていうふうにね、思いますよね。はい。えっ、ー、と、そんなわけでちょっとね、ネタがもう一つあるので、一回 CM 行きましょう。はい Yeah. <laughs> uh はい嘘のような本当の輪ということでねちょっと勢いよくお届けすぎていたりもするんですがねあのー、上谷さんゲストのね、はいえー、上谷さんにちょっと聞いておきたいというかそのモリンガ、はい、ねあの私も最近ちょいちょい耳にさせていただくんですけど、はいうん、こちらをなんかあのー、やっぱり広めていくお手伝いをされてるということでそんない,いいっすかどモリンの まあ、水素と同じで、あのーまあ、これはモリンガもこの、まあ、4月頃からですかねこの自分をモニターとしてペットボトルに水で溶かして、うん、毎日この、まあ、お家でもそうですし、まあ、外出する時もこの持ち歩いて飲んでるんですけど、まあ、最初そんなに何も感じなかったんですが、まあ、3ヶ月を過ぎる頃にこの変化といいますかこのまずまず まあ、沖縄県民の皆さんだったらお酒をたくさん飲もうと思うんでお酒を飲む時でもいいし、まあ、飲む前でもいい、まあ、飲んだ後でもいいんですけどモリンガパウダーを溶いた水を飲んでいただくと全く酔いません <laughs> 酔いませんというか <laughs> このアルコールが残らないというか、あのー、<ー>僕どっちかというとあのお酒そんなに強くないんですね 強くないんですけどあのなぜか知らないけど朝まで元気なんですね。<う>あれな何が変わったんだろうと思ったらもちろん水素もそうなんですけどこのモリンガーをといたこのお水を飲んでることが今僕の生活の中で変わった点なんですね。<う>まあそれを飲むことによってこのまあお酒が <laughs> まあ次の日二日酔いにならないという点がまず一点とあの特にまた睡眠の質が さらに良くなったっていう、この、ちょっとあの、眠りっていうのに対して、すごい、えー、浅かった時期があったんですが、まあ、3か月ぐらい過ぎて、最近、夜の10時にはもう、ぐっすり寝るようになってしまって。めっちゃ、めちゃ寝るし。<laughs> <オ>ネットフリックス、今日見ようかなと思ったんですけど、もう落ちてたんです、ね。はい、落ちてますね。<laughs> でもね <laughs> あのちょっと前に出ていただいた<ー>あの消化器内科の中島先生がおっしゃってましたけど、はい、心臓にもゴールデンタイムあるらしいんですよ。で夜10時から12時の間から寝始めると心臓にめちゃくちゃいいんだそうです,すごいだから、あのーね、10時に寝るってめっちゃくちゃいいですよへいや。よっ 本当に、ね、あの興味ありますねあのやっぱり自分で決めていくことじゃないですか、はい、例えばね水素とね水素ってもまあ水素いろんなのが出てるんですけど、うん、このドクター水素ボトルを洗濯する、はい、あとそこにね 森リンガが特化、はい、で最強ですね。増上、はい、効果出ますからね。はい、ね本当そうですよね。はい、いやこれちょっと私もねあの試してみたいと本当に思っております。はい、いやいや皆さんどうでしょうチャーガンジュねあの沖縄ねもっともっとやっぱりね長寿社会これからねお年寄りの方もいると思います。いろんな病気や痛みお悩みもあるかと思います。ぜひね私たちはあのサポートさせていただきたいと思います。ねよかったらぜひぜひ FM ぎのわの方にお問い合わせいただけたらね。うん 嬉しいなぁと思ってます。 はい。えー、そんなわけでね、今週もあっという間に私も夢中になって、こんこも,も聞いてしまってあれなんですけども、はい。えー、ドクター水素ホトルのお嬢さん、今週もね、東京からありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。えー、ウエッタニキムさんね、モリンガとね、フレンチレストランを似て経営されてます。またぜひ遊びに来てください。はい、どうもどうも。あり,うありがとうございます。じゃあまたね、えー、そのような本当の話、来週も元気にお届けします。ありがとうございます。